あなたはビジネスマナーについて自信がありますか？こんにちは、あなたの専属スタイリスト、さえこです。今日から数回に分けてビジネスマナーについて動画を投稿していきたいと思います。もう知ってるという方もそうじゃない方も改めてビジネスマナーについて考えてみましょう。ビジネスマナーとは仕事を行う際に必要な配慮や礼儀作法を指します。ビジネス上の関係において相手を不快にさせない、不安にさせないということはこの相手と仕事をしたいかにつながりますよね。できていて当たり前ですが、意外とできていない方が多いんです。社会人になったばかりの新入社員はビジネスマナーが身についていないことがほとんど。その状態でいきなり実務を始めてしまうとどうなるでしょうか。取引先など社外の人とのコミュニケーションにも悪影響を及ぼす可能性がありますよね。企業にお勤めの方は最初に研修を受けていることが多いのですが、これといった研修なんてなかったという方もいらっしゃいます。すでに身についている方はぜひ周りの方に教えて差し上げてください。知らない方は知らなくて失敗したとならないようにしっかり学んでいきましょうね。私も動画を撮るにあたっていろいろ調べたのですが、結構間違って覚えていたこともありました。 Thank you.